話がしたい。あなたのおかげでベニテスの兵はエルエステのあちこちに散らばってる。本拠地を攻めるなら今がチャンスよ。問題は本拠地の兵の数がわからない。だからこうしよう。あなたとラモラールとベテラン組で戦車を密かに島に持ち込むの。そしたら戦車で要塞に穴を開けて、あとはベニテスを仕留めるまで撃ちまくる。向こうもいろんな襲撃に備えてるだろうけど、戦車を船で運ぶのは想定外のはず。地図に印をつけた場所でエルティグレと落ち合って。こっちだ、ベビータイガー。大きな戦いが待っているぞ。みんなが力を合わせてくれて嬉しいよ。お前のおかげだ。67年にみんなの心をまとめたのはサントスだったが、今回はお前だ。じゃあ俺はサントス。いや、お前は俺、革命の拳だ。いいか、どんな作戦でも成功を頭に思い描けば必ず成功する。ああ、海軍をボコボコにするところをイメージしてる。じゃあ始めようか。まったく、最近のガキは何でも急ぎたがる。世界が変わる数時間前の今という瞬間をかみしめるんだ。通りにやればいい。
エルティグレと援護するから要塞を攻め続けてくれ。ダニー大丈夫？来た道は塞がれたから俺はこのままベニテスの元へ向かう。そうして他の入り口を探して急いで合流する。ゲリラが内部に侵入した。探せ、生きて返すな。言い残したことはない？侵入したゲリラと外のゲリラ両方とも片付けろ。被告民を残らず殺せ。ここで死ぬ。死体は私が直々に大統領に届けてやるぞ。毒を放出しろ。おい、やめろ。Ha ha 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 ha
と？そんなバカな！死ぬか、ベニテス。おい、ベニータイガー、まだいるか？ああ、この辺は死の危険がゴロゴロしてる。それなら死神に近づかないようにしよう。分かってるよ。
ここからもう逃げることはできない。黙れ。ここから出してくれ。開けて。ベニテスが入ったドアを開けるには制御盤のボタンで開けられるはず。非国民のネズミを逃がしたところでどうせ皆殺しだ。貴様と共にな。私が攻撃に備えていないとでも思ったか。あそこだ、あそこだ。急いでダニ、大砲を使って、この中
ニテス。目には目を。リバーラブラー！おい、見たか！あなたなしじゃ無理だった。あれはやめとけ。あの人を降ろしな。なんで？殺されて当然よ。仕留めたんだからもういいでしょ。あんなことしても相手側の反発を招くだけ。過ちは繰り返されるのさ、神が鬼。自分たちの革命の時は山しか手に入らなかったから妬んでるんでしょ。勝利を味わいな。ベニテスの秘蔵品だ。乾杯。撮影おしまい。やったな、ダニー。ベビータイガーじゃなく。いや、エルティグレを超える選手はベビーじゃない。お前なら戦争を終わらせられるだろう。ビバラボラール。イエーイ、ビバラボラール。途上国の監獄は味がありますな。いかがかな、ミスターマッケ。全ては順調。古き良き一斉捜査罪状。知ったことか。大将は所詮テロリストに屈する子羊に過ぎなかった。対応の拡大を検討していただきたい。あれでも子羊。レジェンドの人、開けて。お言葉ですが、開けぬよう大統領。開けて。サントス・エスピノーソと一緒に67年を戦った。戦車を操縦して国会議事堂の扉を破った。お前の祖父が仕留められ、死ぬとこも見てた。なぜ殺したの？奴が国を貶め破壊したからだ。お前もそうするんだろう。わからないでしょ。わかる。鎖がなければこの手で未来のカスティロを締め殺し、野郎を救うのに。じゃなけりゃ国のためにさっさと死んでくれ。すぐ医者に見せよう。僕の血じゃない。そうしたいのは山々なんだが。そう、じゃあこうしましょう。チュチズってバーで私と飲むの。コンセプシオン湾の西、グランホテルカバレロの北にある。わかった。クララ、大将は死んだ。アントンの軍には大打撃だね。ベニテスは神聖ヤーラのシンボルだったから。大将がいない軍は不毛の衆と言ってもいい。攻め続けて、ダニー。そのつもりだ。クララも気をつけてくれ。Thank you.
この場には俺とロボットが手榴弾が2発だけ。弾丸人たちはほぼゼロだ。完全に包囲されていた。と、行こう。来て。運転できるよ。本当か？ええ。さて、ここから本題。今カスティロと電話で話してたところなの。は？あなたを差し出せばエルエステのアウトキャスト全員解放するって。冗談だよな。大義のためよ、ダニー。あら、ヤーラのために犠牲になる覚悟はあるんでしょ？おい、からかってるんだろ。もちろんよ。もう機嫌直して。それに差し出すならロレンツォが先でしょ。行き先は？まず本論のとこ、それから私たちの島。ベニテスが死んだからもう安全よ。島って？タムロして遊んで飲むには最高の場所だった。勉強にもね。何でもありか。ええ、本論とお兄さんが教えてくれたの。本論の兄貴？ええ、私と付き合ってたの。へえ、そいつは今どうしてるんだ？その話をするにはもう一杯いるね。着いたわ。さあ、パーティーを始めるよ。競争と行くよ。ハハハハ。ンズルばっかして。ういつもそうやって張り合ってんのか？そう、まさか。イエレナ、ダメじゃん。こっちはあなたが遊んでる間に勉強してたの。頑張ったんだからいいだろう。何？国連のスピーチ？ダニーは努力賞ね。次は？今日はパーティーイエレナ？それとも堅物イエレナ？うるさいよ。グリルは？私がいるのにあれを使うわけ？知ってる？動物にだって脳があるのよ。イルカも道具を。あなたがビーガンってこともちろん忘れてた。ダニーにグリルの場所を教えてあげて。分かったわよ、この人手なし。それを手に入れてきたら肉や魚が見つかる場所を教えるから。ちゃんと野菜の場所も教えてやってよね。来て、いい狩り場に案内してあげる。方向を教えてくれれば十分だ。この島にはヘラルドとの思い出ばかり。本論の兄貴な。ええ。何があったんだ？ラモラールの活動初期、本論とヘラルドは無茶ばかりしてた。ある時、二人は愚かにも検問所破りをして捕まったの。衛兵に賄賂を渡して解放してもらおうとしたけど、一人だけだと言われて、二人は無理だった。本音ではヘラルドを選びたかったけど、本論がうちで一番のゲリラだった。彼氏じゃなく本論を選んだのか。ええ。
ヘラルドは翌日脱獄させるつもりだった。でも本論が逃げた罰としてベニテスは囚人全員を処刑した。このことを本論は知らない。ヘラルドは要塞に吊るされた。この時の決断のことを考えない日はない。でももう一度同じ選択をするとしても私は本論を選ぶ。それが正しい道だから。ただそれでもやっぱりヘラルドの死の元凶は一人だけだ。カスティロだよ。グラシアス、ダンニー。でも私にごまかしは効かない。革命では誰もが有罪よ。ただより罪が重いやつがいるだけ。リベルタードはもう少し人間を信じてるかもな。だから私とは合わない。見て、島のこっち側にはワニと魚がいる。それから装飾の本論のために人参も少し取ってきて。任せとけ。どうしたの？距離を取ろう。あ、よし、焼いちまおう。場所を教える。歩こうか。今夜はベロベロになるまで飲むか。アナが来るといいな。あんたはエレナに気に入られてるし、みんなにも好かれてる。ラモラールに参加してよ。俺はリベルタードだけで十分だ。クララは口だけだと思う人もいるみたいだが、全てを失い頼るあてのなかった俺を彼女は拾ってくれた。今の俺があるのはクララのおかげだ。ふん。その話でグリルのこと思い出したよ。え？ラモラール結成当初の話。戦闘の後でみんなお腹を空かしてたの。だって兵士を100人も殺した日だったから。それで。でも100人ならいつもと同じだろ。はい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 。とにかくここにお祝いに来たの。みんなで肉をグリルに乗っけて、私は野菜を焼くスペースを開けてって言った。そしたらみんな私がビーガンなのをバカにして、私は楽しく酔いたいんだよ。でもアロスコンポエルコも食えよとかしつこく言われると切れちゃうのよ。ちょっとだけ今後のために覚えとく。うん、そうして。でムカついてたら兄貴のヘラルドが私がからかわれてるのを見て切れちゃったの。ぶっつんってね。そしてクソ熱くなってて肉を焼いてる最中のグリルを素手で掴んだの。それをそのまま海に放り込んでね。みんなが私をからかった時、ヘラルドは兄貴らしくかばってくれた。味方がいない時はいつもそうしてくれてた。でその1週間後に死んだ。会いたいよ。残念だな。でもベニテスを倒せたこときっと喜んでるよ。ヘラルドもパーティーしたかっただろうな。いつもこう言ってたんだ。くよくよするんじゃない。過去を拭い去って未来に祝杯をあげるぞ。それから野菜を食うぞって。そういうことだに。グリルはあっちよ。サメに気をつけて。
La revolución activo todo el que me escucha. Dani, 花火に火をつけてよ。早く火をつけて。クララがやれって命令よ、ダニ。花火、花火、イエー、花火。ダニ、ダニ。めちゃくちゃ綺麗だな。ビバラボラビバリベルタードこりゃすごいほら遊びは終わりよ。嘘だろ、置き去りかよ。あなたが追い出したんでしょ。そんな覚えはないけどな。まあいいわ。それよりまずい知らせがあるのは、昨日の晩コンセプシオンの本部が襲撃されたの。くそ。被害状況は？ギリベルトのカメレオンが知らせてくれたおかげで襲撃される前に撤退できたけど、あそこには戻らないで。じゃあ次はどこを拠点に？あなたがくれたグランホテルカバレロよ。そのうち遊びに来て。マッケイとカスティロはもうラホヤで毒物の生産を強化してる。了解。